雑草の感じが全然違うってことかな。ね、なんか今までと違う感じの雑草じゃない？雑草よね、あれ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。あ、なんかさ、一応、この夢見のベッドじゃなくても、普通のベッドでも全然夢に行けるっぽい。到着。一応ね、自然がいっぱいの素朴な村。村？島？らしいです。さあ、目を開けてくださいな。お、旗が月や。あなたは今、月という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑の月島をご堪能くださいまし。あ、早速なんか道具が置いてある。網とはしご。網はまああれかもしれんけど、はしごが必要な場所があるということかな。ああ、なんか、綺麗だな。なんかね、ちょっとした部分を撮っても綺麗よね。絵になるというか。ちょっと木に埋もれてしまったけど。ね、これ何？これ、植物？電気？トマトかな？あ、電気や。かわいい、これ何？え、何？ステッキも撮っておこっか、一応。これ何のステッキやろう？虫や。虫のステッキ。私も持ってるやつやんね、虫のステッキ。イエーイ。おー、びっくりした。ちゃちゃまるん？お前はどこのドイツだ？ま、いっか。十分楽しんでてくれ。めー。めー、かわいい。もしかしてさ、季節によっても、雑草の感じが全然違うってことかな。ね、なんか今までと違う感じの雑草じゃない？雑草よね、あれ。違ったりしないっすよね。ちょっと通していただきたい。なんかあれだよね、このちょっとした感じのね、この、足元の石とかもなんかいい感じなんよね。こんな風にできればいいんだけども。一応あれなんかな？島、そういう雰囲気ってだけなんか、秋のような気がするけど、かき氷。まだあれかな、秋になりたてみたいな。あー、いいなー、こういう。ね、良きだね。これレジ？かな？フルーツジュース屋さんって感じやね。ジュンくん。やっぱ人気住民集めとんかな。おー！すごくない？ペーターもおるよ。良き良き。そしてほら、海岸の。え、DJ ブースもこれ、茶色とかもあるんやね。へー。いいっすね。いいっすね。ビーチにカフェってやっぱりおしゃれやなぁ。ねえ、めっちゃおしゃれな感じよね。私、ビーチにさ、なんか屋台とかいろいろ並べて見てはおるけど、こんないい感じにできないもの。ここは通れた。通れた。こっちのスペース、あ、なんかすごい。何？陶磁器がいっぱい並べてあるんやけど、ここ。何なのだろうか。陶芸家？そういうわけではない。あ、これのね、このマガジンラックのレシピをね、私、まさしく今日ゲットしたところなんよね。ここでなんか作りよんかな？骨董品屋さんとかそういうこと？かもしれない。ほら、なんかちょっと古っぽい感じの。音楽。音楽。あ、こっちはなんかちょっとメルヘンな雰囲気。え、かわいい。こういうのもあるんやね。あの、ドアプレートも結構いろんな種類があるんかな。ここ誰？ブーケちゃんや、ブーケちゃん。すごいね。人気住民だらけの島やん。やば。そしてこちらは灯台。ふぅ。良き風景だわ。素晴らしき風景だわ。なんかあれだよね、どういう順番で回っていけばいいかも、いまいちよくわからないんだけども。図書スペース。よき。いいね、こういうところで。やっぱみんなやっとるよね、こういう。なんていうん、川の中に浮かぶ
美術品アートみたいなの。んと、こっちの方向は行ったよね。こっちか。お、こっちは違う。ビーチのカフェだわ。小人たちがいっぱい生活しよる感があるね、ここも。あ、いいな。こういうなんか小さいため池に滝みたいな感じもいいよね。二段の滝とかも綺麗やなって思うよね。あ、ここはあれか。あ、そうなんよ、これね。緑ってあんまなくない？飛行場。なんかみんな結構他の色ばっかりな気がするよ。全体的に白っぽい感じなんかな。島に置いてある家具も家も。ちょいと待って、お、あ、すごーい、かっこいいね。ここはギャラリー、美術品がたくさん展示されている。素晴らしくね。いいね、いいね、いいなー。なんかあれよね、ポンポンポンと置いとる風でも綺麗に見えるもんね。どうも、ふん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 、美術品を見ているということだろうか。ふんふんと言いながら。そして島のあちこちに結構みんな音楽を足しとるよね。やっぱ外でも音楽が流せるようになったというのはでかいのだろう。なんかビーチにめちゃくちゃ物置いとるよね。そして綺麗という、光も白いやつがある。ビーチをこんな綺麗な感じで飾れね。あ、なるほど、いいね。ビーチに焚き火、よき。あ、そしてここは、これあれじゃない？ほりゃ、ほりゃ、モニカの家。あ、ってことは、ここの、ビーチのここの部分はもうモニカの敷地ということっすか。このテーブルいい。このテーブルいいな、そう、私こういう感じのテーブルが欲しくってね。あの今、森の中というか、丘の上にね、熊の学校みたいなのを作りようやけど、学校とも言えんようなものやけど。やけど、なんか、ああいう感じの机がないかなぁと思いよったよね。で、みんなここに敷いてるのってさ、ラグなん？マイレザを貼っとんかな？ラグは外試験か。マイレザかな？マイレザを、あの、地面のやつに登録してるってこと？いや、すごい、ここ。キャンプ？なるほど、なるほど。ここでキャンプができると。なんかすごいよね。なんか素朴。自然いっぱいの素朴なって、ま、なんか紹介しとったんやけど、全体的にめっちゃ所狭しと物が置かれとるよね。私ほんと、この場所にこれを作るって決めたら、その場所にしか物を置かんけんさ、なんかめっちゃこじんまりとした感じになるんよね。かわいい。かわいい。ここは？リビアン。いいなぁ。いいなぁ。こっちにもカフェあるよ。なんか今まで行ったどの島よりも、浜辺に物をめちゃくちゃ置いている気がする。ね、すごい充実しとるよね。私だって今、ほぼ浜辺にしかおらん気がするもん、まだ。まだまだ島の中心部全然回ってないよ。ここは、見て、ワイン。バー？ここでワインが楽しめるよ。ほら、なんかブドウの、これ、もしかして帽子？ブドウの帽子？ぽくない？多分マネキンの頭やろ、あれ。へぇー。あ、そしてここにもくつろげる。やっぱみんな岩場の部分に椅子とかテーブルとか置いとんやな。私とりあえずなんか露天風呂ボンって置いとるだけなんやけど。え、なにここ？見て見て見て。ピラミッドと金塊が置いてあるんですが、すごくない？すごくない？なんか宝が、何これ、これはレシピで作るものなんかな。前になんか他の人の島にもあったような気がするんだけども、こっちの、あ、ここもしかして博物館じゃない？あれ、こっちからだといけないのね。ちょ、こっちからは。お。
おお、なんかめっちゃこのさ博物館の奥に巨大な化石が見えとる感じめっちゃ良くない？すごいなんか森の奥の博物館って感じ。ね、良きだね。もしやここはこれだっけ？あ、なんか隔離された場所っていう感じなんかな、この博物館は。ちょいと待って、マップを確認したい。あ、やんね、やっぱりここは隔離された感じの場所なのね。なんかあの上に、何ここ、ちっちゃい滝が流れよった。だってここの上はしご使っていろいろ行けばいいんかな。ちょっと待って、ステッキではなくはしご片手に私は回っていくことにしよう。ちょいちょいそこの上に上がりたいんですが、あ、とりあえず、あ、こっから上がれるやん。あ、上がれたわ。あ、いいね。見てこれ。この庭先で、本を楽しむという。あ、こっち側もちゃんと行ける。細い道を通って、あ、なに、ここで、お昼寝をしたりだとか、あとそこに座って、絵を描きよるんかな？なるほど。あっち側には渡れな。あ、こっから行ける。ん？ここはジャンプとかできんのか。あ、なに？行けた。ん？あ、行けた。何気に。ほら、上の方になんか色々と飾られてあるんよね。あーふぅ。なに？そのちっちゃいジャンプ。めちゃくちゃちっちゃいジャンプ。すごいね、なんか細かい道が色々と分かれている。これってなんなんやろうね。あ、あれか、パイプオルガンって言ったんやっけ。パイプオルガン、手回し手回しオルガン、なんていうんか分からんけど楽器ないよね。なんかコメントで言った気がする。あ、そしてここを下るとこういうなんか角っこに井戸を置いたりするのが良いのかしら。お、見て見て、ここはお花屋さんって感じかな。いろんな植物が、あーいいね。え、めっちゃなんかのどかな雰囲気、すごいいい。めっちゃいいね、よきよき。そして奥に続くこの橋を渡ると、なんかこうね、ちょこちょこっとこういう屋台みたいなのが並んどるのも、お、ここの上にも住人上がるんやね。どうもよ、あんたとは初めましてだね。他の島から来たお客さんかい。この子新キャラよね、リアーナ。リアーナ今まで人の島におるとこ見たことないな。突然現れたように見えたけど、まあここじゃ不思議なことが起きてもおかしくないもんな、マジで。今時の子という感じだね。あ、こういうのもあるんよね。へぇ、何あれ。あ、なんか直接火に当たらんようにみたいな感じなんかな。網がかかっとる。お、ここではフルーツが売られているの？あ、奥見て。めっちゃ、いろんな種類の果物が。え、てかこんなに種類あるよね、段ボール。やば。桃しか見たことないんやけど。うちの島の特産品、桃じゃないのに桃しか見たことないんやけど。あ、見て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 、これ。あ、見えねえ。見えねえ。ほら、森の奥で、ガーデンウェディング。いいね、こういうところで、結婚式、披露宴。見て、ここ渡った先でさ、渡れんかったけど。渡った先で、ピアノを弾いてくれるのね。ん、そして、あ、ここさっきのところの下や。あ、ここ博物館のところやんね。で、多分ここの上が行けてなかったはず。よいしょ。あ、ここから上がっちゃいかんかったかな。別のところ。この手前から上がればいいのか。ここやね。はっ。上がれねえ。もしや上がれないんですか。下からお楽しみください的な、あ、こっち。まあ、でも一応見えるか。ん？この辺からもしや、
上がれない。まあ、でも、見えるから、大丈夫。怖い、絵描きの人が、上のスペース上のスペースで結構なんかみんな、ね、アーティスティックな活動をしてらっしゃるのね。ほら、ここの上にも、絵が飾られてある。なんか悪そうな小人が。ここ上がれるところかな。よいしょ。もう一段ある。あれ?ここ。こんな感じで、上がる場所が悪いのだろうか。あ、でもここまでか。ん?こっちは別に何も、上にも井戸があった。すごいな、本当になんか、所狭しと家具が。あ、見て、上はなんか、農場みたいな感じなんかな。ここから上がれそう。ふっ。くっ。こんな感じ。あの小人さんがなんか、活動をしてらっしゃるのかしら。ね、ここでなんか、農場を営んでる感が。待って。これ以上高いところに登るのは危ないよ。これ以上登れんとかあるん。マジで?何それ?え、そんなのがあるんすか?もしかしてあの3段目までしか無理とかそういうことなの?え?そんなことがあるなんて。あ、見て、プライベートビーチや。ここに座って、のんびりと本を楽しむと。なるほど。良きだね。ゆったりと静かな時間を。たまーにちょっと常吉に邪魔されながらみたいな。ね、そんな感じ。なんかすごいね、いっぱい丘の上にさ、綺麗な景色が見えるけん、超行きたいんだけども、ちょっと私の登り方が下手くそすぎて、ずっとそこにいるね。ずっとそこにいるね、キャンプを楽しんでるということなんかな。ほら、広々としたキャンプ場。キャンプ場もあんなに作り込みたいな。おー、すごい。私も今ね、エイブルシスターズの前に服とか並べとるけど、こういう感じにしたら確かにめちゃくちゃ綺麗だな。本当に私服ポン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 って適当に置いとるだけなんよね。なるほどね。ちゃんとこう、見せる並べ方をした方が良きですね。頑張ります、私。なるほど。勉強になるわ。ちょっとずつちょっとずつ変えてみてはおるけど、やっぱり。あ、すごいな、やっぱり。ね、なんか、いろんなところ作り込めるけん、この立体感すごいよね。こっち側は、洗濯機とか置いとる。あ、洗濯物も干してあるし。多分、誰かの家の庭ということだね、ここは。なるほど、なるほど。あ、で、こっち、たぬき商店。おー、店の前もすごいいい感じ。やっぱなんか、ね、そういうのも、もともとある店とかも込みで、めっちゃみんな作り込んどるんよね。あ、こっちから。ほっ。あ、見て。ジャンプで渡っていける。ほっ。そしてここも、アーティスティックなスペース。お、ブーケちゃんおるやん。どうも。やっほー。見かけない顔だけど、その島から遊びに来てくれた人かな。楽しんでってね、ナノン。ナノン、かわいい。ここは、おー、びっくりした。人の家ということかな。よろしく。どうも。ここは人のお家ですか?ちょっとお邪魔しますね。おー、すごい。なんかめっちゃ綺麗。カフェや、カフェ。ね、カフェよね、これ。多分、ここにキッチンとかあって、これカウンター。え、すごい。なんかここで書き物。電話のメモかな?かもしれない。はい、それじゃあ、ちょっと左の部屋へ。おー、いいね。ここはキッチンですか?めっちゃなんかカメラの真ん前に立っとった、私。なんか作りより様子をカメラで。もしかしたらあれか。キッチンから
こうやってなんか作りよるところを YouTube に配信とか。いやー、色味がめちゃくちゃいい。ね、なんかポップな感じがするよね。はい、そして、なんかね、この、なんていうん。この店内自体は、めっちゃなんか、大人っぽくておしゃれな感じやけど。ね、作業しよる調理場はめちゃくちゃポップな感じやった。奥は、自室って感じかな？私今日ね、本棚のレシピをゲットしたんやけど、これってことかな？結構なサイズ感、思ったよりでかいかも。え、良きだな。家の中に飾ろう。作って飾ろう。はい、そして、右の部屋へ。お？何右側？なんか、音楽室みたいな感じになった。音楽室なんかな？普通に。お、音楽を学ぶんすか？楽器演奏。聞くっていうよりは演奏するって感じやもんね、ここの部屋。はい、それじゃあ、2階へ。ん？ 2 階は、服屋さん？へえ、めっちゃ綺麗。あ、いいね、壁。こういう壁にかけるのめっちゃおしゃれな感じ。すごーい。あ、結構なんか同じ服で色違いをいっぱい飾っとる。あれやんね。エイブルシスターズの試着室みたいな感じ。あ、すごい、こっち側の壁にもいっぱい。そう、こういう感じでね、お店にすると、めっちゃいい感じになるよね。靴とかもああいう。綺麗だな。あ、こっち側見てほら、ちゃんと靴が。だって実際に靴屋さんとかこういう感じで展示しとるもんね。へぇー。え、見て見て見て。靴下もこういう感じでかけれるんやね。なるほど。へぇー、すごーい。靴下は知らなかった。はい、そして地下へ。お、地下はゲームセンター。なるほど、ここはなんかいろんな商業施設が集まっとるっていう感じなんやね。ん、椅子があったのか、ここに。なんか座った。なるほど、ここはなんかスロットコーナー。そして普通のこういうゲームがあって、すごいな。あれはリズムゲームとかそういう感じなんかな。ほら、目の前にちゃんとモニターがあるもん。キーボードだけじゃなくて、ちゃんとモニターがあるもん。こういう感じの雰囲気。すごいな、なんかちゃんとゲーセンって感じやんね。はい、お邪魔しましたさあ、そして、なんか奥にももう一軒人の家があるね。こっちの方。お、なんか巨大なキノコが生えて。ここは飛んでいく感じ？あ、違う、こっちからか。あの、桜んぼの段ボールかわいい。あ、どうも。なんかめっちゃ上からの視線になったんやけど。ようこそ。どうも。ちびやみさんやってかわいい。はい、ここがなんか森の奥の。あれは2階から干すスペースに出れるってことなんかな。お邪魔します。おー、なんか、森の奥の方に住んどる人ってこういうあったかそうな雰囲気の家に住んでいらっしゃるのかしら。ログハウスみたいなの結構多いよね。いいなぁ、雰囲気がすごく。はい、そして奥の部屋へ。あ、綺麗。めっちゃ綺麗。いいなぁ。いいなぁ。こういうね、ベッドを真ん中にドーンと配置するやり方っていうのがね、私どうしてもベッドってなんか、こう隅の端っことかにやってしまうよね。一応2階の部屋とかは違う感じにはしてるけど、でもやっぱり端っこは端っこなんよね。ミントカラーいいな、かわいいね。最近流行ってるよね。
すごい清潔感が漂っている。はい、そして、あ、ここちょっと本棚の裏に行ったら、見て。落ち着くようなスペース。なんかこういうさ、なんていうん？隔離されたスペースというか、こういうスペースってめっちゃ落ち着かん？はい、右側の部屋へ。あ、こっちもまだだった。私奥の部屋めっちゃ、すごい適当なスペースになってるもんな。一応イベントスペースっていうことにはしとるけど。あ、2階かわいい。え、なにこれ？なんか埴輪？なんか埴輪がついとんやけど。何あれ、怒りマーク？あ、なんかまっすぐつけるっていうことしか思ってなかったけど、すごいおしゃれな飾り方やね。見て、なんかレコードの間にブーメランを飾ってあったりする。そっか、ブーメランどうしようって思いよったけど、壁に飾るという、そういうスタイルなのか。なるほどね。なんかゼルダみたいやなって思いよったんよね。ここはなんか、カフェ的な感じなんかな？ね、多分そういうことよね。なんかすごい、個性的な感じのカフェ。ね。現実の私ならあまり訪れなさそうな感じ。まあ、カフェ自体いかんねえけどね、おしゃれな雰囲気がちょっと入りづらくって。お、地下はなんか、これから出来上がっていく感じやね。なるほど、楽しみや。はい、お邪魔しましたー。はい、そして、あ、ちびあみさんがおらんくなっとる。え、こっちの方向。上、びっくりした。見て。上に。上にどなたかがいらっしゃったんだけど、あれはちびあみさんではなかったよね。ほんとなんか、ふわふわした髪型やって気がする。お、こっち側にもなんか洗濯物干してるよ、東大の近く。何スペースなんだろうか。あ、見て、これ、すごい。ここは和カフェ。あ、こんなところまで移動してきとった。どうも。いいね、海辺のカフェって。しかも和。和を感じる。良きっすなぁ。良きっすなぁ。バシャってなってきたら終わりやけど。まあ、でも多分日が出っとるうちは大丈夫なんでしょう。お邪魔します。おしゃれな感じの外装。おー、ほら、なんかすごい、落ち着いた。うわー、めっちゃおしゃれやん。超おしゃれやん。ふわー。私が関わることのなさそうな人種って感じがする。いや、まあ、友達の中にもおしゃれな人は全然おるけど。ほい、左側の部屋へ。お、なにこれ、お風呂？めっちゃおしゃれやん。なにこれ？あ、ここでちゃんと水はけがいい感じにはなっとんか。じゃないとね、木が腐っていきそうな。え、すごー。こんな感じ。見て、体重計とかある。めっちゃリアルやね。体重計もあるんよね、家具に。え、すごい。これもしかして乗れるんかな？は、まずあちら側へ。いけない！体重計を試したかった。そして、お、なんかトイレの横見て、竹。こんな感じのもあるんよね、仕切り。へぇー。いいな、いいな。はい、そして、奥の部屋へ。あ、これがもしかして全住人？え、多いよね。ってことは、入れ替えとかも今まであったってことか。だって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16人おるもん。なるほど。でもなんか基本的に、人気住人じゃない？なんか、ちらほらおる、人気住民ではないんかなっていう感じの子たちは出ていた子たちなんかな。なんか、初期からおるとかそういう感じ？え、かわいい。すごいね。私まだ、一人も写真をくれる子はいないんだけども。全然仲が深まっていないということなのだろうか。はい、右側の部屋へ。お、右側はいきなりめっちゃ和だ。超和だ。よき。あ、
見てなんかめっちゃ、うわぁ、上の方まで見えないのが。あ、すごいね。なんか、任天堂水産とか書いてる。任天堂株式会社。任天堂。へぇー。なんかすごい細かいね。そういうことちゃんと書いとんや。あれもなんかの文字なんかな？あの、掛け軸？文字が書いてあるけど、読めない。はい、そして、2階へ。あ、2階学校や。お、見て、実験器具とかが、横の方に置いてある。何一人だけ横向いてるの？人の邪魔をしてはいけないじゃないか。ほら、しかもみんな勉強しよるのに一人なんか、レシピ本みたいなのに開いてるし。勉強して、なんか一人食い地張ってそうやね。後ろとかは？あ、壁には掲示物が。これ電気のスイッチか。細かいっすね。え、なんか、学級文庫めっちゃ充実してない？ねえ、すごい超巨大なんやけど。はい、そして、地下へ。ん？地下はなんかすごい、おしゃれな、バーかな？なんかワインがあって、本も楽しめて、どっしりしたソファーで、カフェを楽しむこともできる。え、めっちゃいいやん。良きだね。が、あつ森にもマスターが来ていただきたいよね。あ、でも自分でもカフェコーナー作っとるけんな。どうなんやろう。ちょっとライバル的な感じになるかも。できるとしたら博物館の中か。え、でもね、こうやってみんなめっちゃ作り込んででさ、なんかまた新しい施設増えます。外にって言われたらめっちゃなんか作り直さんといかんかったりすることない？そういうのってすごい大変そうな気がするんやけど、どうなんその辺。この辺まだ来てないエリアか？ねえ、そうよね。この辺多分あれか。あの、住民たちの住居スペースって感じ。あ、ここの部分だけ来たな。最初の部分だけ多分、海岸沿いを通って、ちょいごめんね、ちゃちゃまる。通ってやってきたような気がする。ほら、ギャラリーもあって。なるほど、こういう感じ。やけん、今後、ね、外に置く、新たな施設が登場するんか、なんかちょっと今ある施設に増築されていくんか、みたいな。なんかめっちゃ大事じゃない？その辺。ほい、ということで、え、こっち側行ったかな？あ、行けてる。やっほー。やっほー、ブーケちゃん。待って、こっち渡ってったらなんかあったりとか。あ、こっちにもカフェスペースあるよ。ほうほう。ん？あっち側行ったか？ちょ、待って。この辺通ってなくない？多分こっち渡っ、とん、あ、そっか。ここは、なるほど。ビーチのカフェだったわ。なんか、どこがどう繋がってるのかが、いまいち把握しきれていない。なるほど。こういう感じね。どんどん進んでいきよったらまた迷子になりそう。広場からどんどん離れていくやつ。あの図書スペースいいな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、すごい、地形がすごい複雑な感じになっとって、RPG とかでよくある感じの、あの、見えてるのにたどり着けないみたいな。なんかそんな感じの構造、すごいよね、それ自分で作れるって。